皆さんこんにちは。 UX の691ピッピやっていきましょう。691のピッピといえばメインの691で非常に困った仕様になってましたね。パズルを解いた後にウインクのピッピが落下してきて、その時にスコアが950を超えてしまいますと全面ピッピのお邪魔を出してくれずに済んでしまう可能性があるというものでした。でこの UX691 に関してはリスナーさんの方から面白いことが起きるよっていうコメントを以前からいただいていたんですね。で先ほどスマホ版の方で実際にやってみたところ本当に面白いことが起きましたので、今回 3DS 版の方で動画として残すことにしました。編成的にはメインのことを考えますと、メガワークは一発メガ進化できるスピア、あとは全面ピッピのお邪魔の後に出してくる鉄ブロック対策でブロック弾きのベトベトンとドータ君、あとはトドメネの最後の力のスカタンク、まあ、こんな感じで、まあ、思いつくところではこうなりますよね、編成的には。ではこれでやってみましょう。ノーアイテム、メインでは950を超えたらアウトでしたので、まずわざと950を超えるようにやってみますね。ピッピを揃えます。バリア弾き発動しましたけど大丈夫です。でプクリン上げる、でこれ下げる、でこうかで落下してきますね。でスコアも950超えてますよね。これメインだったらアウトです。ところがゼミピッピです。でまたゼミピッピ、そしてまたゼミピッピ、何これ、ずっとゼミピッピのお邪魔ですね。いや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 、やっと終わりました。スコア2万超えてますね。とりあえずメガ進化して少しブロック消して、ブロック弾き、あーもうブロックがない、最後の力は失敗。あ、倒しました。というわけで全面ピッピのお邪魔を何度も出してきて、まあ、残りわずかのスコアのところで通常の鉄ブロックのお邪魔を出してくるっていう仕様になってます。これどういうことなんでしょうね。私も後で余裕があるときに検証してみたいと思うんですけども、メインとは全然違った仕様になってました。というわけでノーアイテムで難なくクリアすることができました。いやびっくりです。では残り8ステージですね。もうゴールは目の前ですけども、引き続き頑張っていきたいと思います。ではご覧いただきましてありがとうございました。